野田哲也は日本の版画家。日本版画界を代表する版画家の一人。東京芸術大学名誉教授。熊本県出身。写真を使ったシルクスクリーンと木版を組み合わせて自身の日常の断片を描いた日記シリーズによる作品で知られる。洋画家の野田秀夫はおじにあたる。2019年東京国立近代美術館。 京都国立近代美術館、国立国際美術館、東京都現代美術館、和歌山県立近代美術館、三重県立美術館、ニューヨーク近代美術館、シカゴ美術館、ボストン美術館、サンフランシスコ美術館、ロサンゼルスカウンティ美術館、大英博物館ファイル、ダイアリーエイプリル22、1970イン、ニューヨーク .jpg、ダイアリー、エイプリル22、 作品モチーフとなるのは、家族や、知人の姿、子供の成長、旅先で目にした風景といった、日常の断片。目に留まったものを撮影し、その写真に、鉛筆や筆などで手を加えた後、当社ファックスにかけてできる後半と、木版とを組み合わせることなどによって制作している。日記を思い立ったケーキについて、芸大時代、課題のラフを一生懸命に描いたが、何か、 え、空事のようで、それではいけないという気がしたという。決定的に版画で行こうと思ったのは、学部の科目でやっていた木版に加えて、当社ファクス製版機で写真を使い始めた頃だ。卒業4年後の1968年、写真と伝統的木版画の背景の大胆な組み合わせは、初出品の東京国際版画ビエンナーレで、国際大賞を受賞。以後、すべての野田作品は、 無題で、代わりに、日記という言葉と日付が記されている。日本美術大英博物館所蔵主要作品には、仏教美術から20世紀版画が紹介されているが、野田の3歳半の娘、理科をテーマとする版画、日記、1978年6月24日の説明には、野田の作品はすべて題名には、日記の日付しかなく、そのほとんどが、作者自身が写した写真を、 出発点としている。この意味で極めて個人的な作品である。それにもかかわらず、野田は他の日本人よりも国際的に高い評価を得ていると記されている。野田作品の技法は木版と投射版によるシルクスクリーン。木版は水性絵の具を使う日本の伝統的に法をベースにしている。浮世絵の主版イコール黒の輪郭線の版イコールをガリ版で 写真を使っている点は違うが、あとは色版を重ねていく。浮世絵のすりと同様に木版の背景がすられ、次に色版が浮世絵同様に検討をつけて一点一点バレンでインクを浸透させて埼玉県の小川町産の和紙の上に重ね合わされていく。ダニーエルベルは野田は初期教育から完全に浮世絵の伝統を念頭に置いていると指摘している。 ドリット夫人はイスラエル人。東京国際ビエンナール大賞で28歳の野田が一躍有名になった家族の肖像を日記1968年8月22日が作られたのは野田が大学で小野忠重の助手をしていた頃。夫人の妹の陶芸研究室研究生が出入りしていたが、その内姉屋根の後のドリット夫人が出入りするようになったという。 対象作品について夫人は驚きましたが、光栄、自分がモチーフになっているということよりも、純粋に美術作品として見ていた。ダニー・エルベルは、野田版画の独創性について3点に要約される。見事なまでに一貫した、主題、画面の組み立てと構成、そして意識的に浮世絵を反としながらも、 自分の創意を実現するために採用した斬新な技法だと述べている。また、サンフランシスコ美術館の専任キュレーター、ロバート・フリン・ジョンソンは、この時代の最も独創的で革新的、そして興味をそそられる日本の版画家と記している。ありがとうございます。